かるよ受かるよ簡単に。問1。 A 君は病気で入院している B 君のためにお見舞いを持っていく。 B 君の好きなチョコレート、クッキー、つぶらむね、麦チョコ、サキイカ、キャラメルコーン、ポテトチップス、コーヒーゼリーの8種類から3つ選ぶとすると、組み合わせは何通りあるか。 N 個から R 個選ぶのが何通りかというのは、コンビネーション NCR を使って求めます。例えば、7C3 は 1×2×3 分の 7×6×5 で作りますが、意味は分母が1から3個カウントアップしながら掛け算、分子は7から3個カウントダウンしながら掛け算というものです。同じように 5C には 1×2 分の 5×4 で作れますし、 10C4 は 1×2×3×4 分の 10×9×8×7、分母は1から4つカウントアップ、分子は10から4つカウントダウンでかけています。単純な原理ですね。今回は8種類から3つ選ぶので、8C3 イコール分母は1から3個カウントアップするので、1×2×3 分の分子は8から3個カウントダウンするので、8×7×6、 約分するとイコール56となります。というわけでこれだ。5が丸です。問2。 A 君の学校では猿を飼っている。猿はすぐ暴れるし、猿小屋は大変臭いため、クラスの生徒40人のうち38人がかりで掃除しなくてはならない。掃除をする人の組み合わせは何通りあるか。さて、今回は40人のうち38人選ぶので 40C38。 困りましたね。これでは分母も分子も数字を38個ずつ書かなくてはなりません。何か良い方法はないのでしょうか。R が大きいときには、NCR イコール NCN-R の公式を使うと便利です。例えば、100C98 があったとき、イコール 100C100-98 で、イコール 100C2 と直すことができます。これなら早く処理できますね。そうすると、今回の 40C38 イコール 40C40-38 イコール 40C2 イコール1から2個カウントアップで 1×2 分の40から2個カウントダウンで 40×39 となります。約分するとイコール780です。というわけで、これだ。3が丸です。問3。 A 君の家にある食材は5種類のカップ麺が1個ずつと3種類の冷凍パスタが1個ずつしかない。パスタを連続で食べるのは避けることにすると、8回の食事のメニューの順番は何通り考えられるか。考えやすくするために、カップ麺を A、B、C、D、E、パスタをあ、い、うと置いて考えていきます。さて、どうすればパスタが並ばないで済むでしょうか。隣り合わないときは、他のものを先に並べて間に入れる、かっこ両端を含みます。このようなときには、他のものを先に並べておいて、間に入れるようにすれば、決して並ばないで済みますね。例として、まずカップ麺 A、B、C、D、E を
並べ、隙間は両端を含めて1、2、3、4、5、6箇所あり、パスタをあ、い、うと順に入れたケースが考えられます。この例から考えられる変化として、まず A、B、C、D、E の並べ方があります。さて、何通りあるでしょうか？ N 個の並べ方は N の階乗で計算できる。例えば、1、2、3、3個の並べ方は3の階乗で、1×2×3 は6通りです。1から順に1、2、3とかけるだけで作れます。書き出してみると、1、2、3、1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2、3、2、1、確かに6通りあります。そうすると、今回は A、B、C、D、E、5つの並べ方なので、5の階乗イコール 1×2×3×4×5 イコール120となります。他には、あ、い、うの入る場所が6箇所から3箇所選ぶので、6C3 イコール 1×2×3 分の 6×5×4 イコール20通り。あ、い、うの並べ方が3個の並べ方なので、3の階乗イコール 1×2×3 イコール6通りとなります。さて、これらの数は、場合分けは足す、それ以外はかけるというルールがあるので、今回は場合分けではありませんから、120×20×6 イコール14,400となります。というわけで、これだ！ 5 が丸です。問4。ダンジョンの中に隠し扉があり、その前には七角形の魔法陣があって、頂点には人が立てるようになっている。7箇所のうち正しい3箇所に正しい順番で上に人が立つと扉が開くのだが、それ以外は落とし穴に3人とも落ちる。正誤合わせて組み合わせは何通りあるか。まず、頂点に A、B、C、D、E、F、G と名前をつけて考えます。そして、例として A、B、C の順に人が立ったと考えてみましょう。ここからどんな変化があり得るでしょうか。まず、どこに立つかですが、7箇所から3箇所選んで立つので、7C3 イコール 1×2×3 分の 7×6×5 イコール35通りです。次に、立つ場所が A、B、C だとして、その立つ順番ですが、3つのものの並べ方なので、3の階乗イコール 1×2×3 イコール6となります。場合分けは足す、それ以外はかけるというのが公式ですが、今回は場合分けではないので、かけます。35×6 イコール210通りです。というわけで、これだ！ 4 が丸です。チャンネル登録お願いします。見てくれてありがとう。入試やテスト、頑張ってね。